こんにちは、山歩き JP です。今日は北アルプスの百名山焼岳にやってきました。長野県と岐阜県の境目にある焼岳は今でも噴煙をたなびかせる活火山、日帰りで登れる北アルプスとして人気の山です。本当はこの週末は立山でテント白登山をするつもりだったのですが、お天気の関係でもう何度目かのリスケに、不完全燃焼な気持ちを背負って少し遠くまで足を伸ばしました。今日の行程です。新中野湯温泉の登山口に車を止めました。縦走していくと上高地まで降りられるそうですが、今日は山頂へのシンプルなピストンコースです。南方、北方と2つの山頂がありますが、登れるのは北方のみ。広場を越え、後半は山頂付近に巻き上がる白いガスと硫黄の匂いを濃く感じながら登りました。山頂でご飯を食べてまっすぐに下山します。デカキノコ発見。パンみたい。美味しそう。でっかい木もある。あ、これ？そう。でもさ、今私の手が熱いから。期待してて分かんなかった、どこにいるか。よく見つけたね。後ずさりしてる。そんなとこにいたら踏まれちゃうよ。あ、逃がしてあげてんの。玉座。かっけえ。すごい。かっこいいな。紫のキノコ発見。なんか着色料みたいな。ね。人の太ももみたい。確かに雰囲気ある。ちょっと広い。ここで経験にしようか。うん、こんにちは。なんか食べる？おにぎり食べる。いいね。いや、握ってきたんだ。の中みたい。かわいいよ。体操みたい。うん、やんちゃな後ろ姿だこと。煙が上がってるね。さすが活火山。見てほら、おお。右が北方で左が南方だね。しか行けないの。そう、今日はね、右の北方だけ。やった、こっちの方がかっこいい。新種の花発見、うん、さあ、こいつは何でしょうね。急にジャングル感。すごい近くにあるように見えるな。トトロの穴みたい。え？でかい。緑が。わあ。すごい、もくもくしてる噴煙が。ね。違うの景色も楽しみ。一コマみたいじゃない、ここの子の。本当だね、カールしてる感じが。戦場時期カールだね、うん、だね。もうちょっとだ。全然登ってる感がない、あんまり、ね。笹の道を抜けるといよいよ山頂間近に、この登り道噴煙の近くに人影が見えて、あんなにそばを歩けるんだと思うと、早く向こう側を見てみたくて足がはかどります。カール状の地形に自分の声が響くのを感じました。あ、こういうなんか岩の感じ久しぶりね。
持ってこないメーカーは。いいね。私はこういう景色が一番山っぽいって感じる。うん。さあ、この雲は晴れるのでしょうか。さ、印がさ、ちょいちょいって書いてあるのがさ、好きなの。丸い印が宝探しみたいでちょっと楽しくない？すごいね、あれ。煙が、なんか雲がそこから作られてるんじゃないかって思うぐらい、すごい勢いで出てる。うん、マク。ダメだね。前回来た時全く見えなかったから。わあ、すごい。わあ、すごい。前回全く見えなかった。そうなんだ。うん。てか雪に埋まってた。うわ、すっごい。岩場を登り切ったところで初めて姿を現したこの池。登りながら全く見えずだったので、突然の出現に登り切ったことへの達成感が半端ないです。え、あそこからも煙出てるね。どうなってんだろう、上から見えるかな、温泉あるかな。あ、本当だね。この辺から出てんのかな。あ、この辺から出てんだわ。かっこよすぎる、ちょっと。長野の魔女の瞳です。はい。こちらが、こちらが、五色の、長野の五色です。すっごいもくもく。上から見るの楽しみ。ね。卵食べたい。ね。温泉卵の。すごいカラフル。上高地が見える。もわっとしてるね。うん、なんか岩があったかいとこ。本当？湯気出てるもん、すぐそこから。これ着いた、着いた。すごい。あ、一応見えないんだ。そっちまで行けんじゃない？うわ、ものすごい勢い。湯気熱いんだろうな。ブシブシ言ってる。音が聞こえる。あ、すごいよ。温泉入りたい。うん。でも温泉入ると体この匂いになるね。温泉卵。2440。下山開始。今度上高地に行こうね。行ったことないんだ。あ、本当？いや、連れて行きがいがありますね。結局最後までぼんやりと曇り空のまま下山しました。日の光を浴びすぎるとぐったりと疲れるけど、なんだかんだそれで夏を感じたい自分がいます。街の日差しは耐えられないけど、山だと気持ちがいいのは幼少期の夏の記憶の延長だからなんでしょうか。早く全身で夏本番を感じたいです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。